心はウェス,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 スタロスではドラマハウス・オブ・ザ・ドラゴンについて好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信していますなおこの音声はハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン1エピソード2までのネタバレを含みますのでご注意ください原作「炎と血」についても触れていきますがドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください 加えてドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」ならびにその原作「氷と炎の歌」シリーズについても触れる可能性がありますのでゲーム・オブ・スローンズミッションの方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたしますお送りするのは私キャミーとケンですお願いしますお願いしますはいということで今回はシーズン1エピソード2 大手までに寄せられた質問の返しをですね、まあ、Q&A という形で、えー、お返ししていきたいと思っております、はいえー、今回もねたくさんの質問や感想ね書いてくださってたみたいでありがとうございますありがとうございます、ね、すごい嬉しいですよね、うん、細かいところまでね皆さん見てらっしゃってすごいなという感じがしたんですけれどもはい はい、あの先ほども言ったんですが、えー、今回お送りする内容はエピソード2より先のネタバレはありませんのでご安心ください。ということで、えー、早速始めていいいきたいと思います、えー、まず1つ目がですね、えー、ディーハートさんからの、えー、質問です、えー、ミサリアはバリリア語を理解できるんでしょうかと デーモンが子供を産むということをバリリア語で言った途端に顔を歪めて立ち去りましたのでというねあのすごい鋭い質問をご指摘をいただきましたいい質問ですね、はい、でこれがどのシーンかというとそのエピソード2でですね「まあ、ドラゴンストーン」でいろいろひと悶着ありましたよね でレイニラがデイモンを説得している時なんですけど、えー、レイニラがですね子供を持つ気なのというふうに聞くんですよねでデイモンがいずれなというふうに返すんですけどこの一連の会話すべてバリリア語で行われていますでこのバリリア語の会話を聞いたミサリアがまあ、不機嫌なね顔をして去っていったという描写があったんですよねおそ <laughs> らくここのことをおっしゃってるんだと思うんですけどどうなんですかミサリアさんはバリリア語理解できると いううことでですすかねそうですねそ一応これね原作バージョンのミサリアの話をしたいと思うんですけど、はい、原作ではミサリアはエッソスのライス出身なんですよね。でライスの人々の母語はコーチバリリア語なんですよね。<ー>まあ例えばバリスとか、うん、ドリアって覚えてるかな はい、覚えてますよ。はい、あのー、裏切って金庫に閉じ込められちゃった子でしょ。あそうです。うん、この2人はね。ライス出身なんですけどね。トライアーキーのうちの1個ですよね。ライスってあそう,そうです。そうで、ん、す。ただですね。テレビドラマの方なんですけど、ミサリアのバックグラウンドを変えた可能性があるかもしれない、うん、と思ってまして。 というのはですねミサリアを演じる園谷水野さんって見た目はまあアジア系じゃないですか。はい、でこの世界でも極東とか中国をイメージして作られた場所があるんですよね。うん、でも具体的に言うとエッソス大陸の遥か東にイティっていうところがありまして、はい、そのイティっていう場所は「氷と炎の歌」のガイドブックにも載ってるんですけど、まあ、こんな感じですごい中国っぽいじゃないですか。はいはいね、人も ね、そのアジア系っていうかね、うん、だからミサリアももしかしたらここ出身に変えてきたのかなと思ったんですよね、うん、でちなみになんですけどねこの ET を舞台とするアニメシリーズっていうのが今企画されてるんですよ、うん、もしかしたらですけどその新しいシリーズにつなげる要素を作るためにミサリアを ET 出身の人に設定を変えてきたかもしれないと思ってましてうん まあでもこのティーハッドさんの答えとしては多分ミサリアはまあエソスタイリックの方の出身ってことは変わりないのでおそらくこの場面でバリリア語はまあ理解できてたというふうに解釈していいということでしょうね。うんだと思います。はい まあこのミサリアがバリリア語を理解できるっていうのがね今後何かのつながりになっていくのかどうかわかんないですけど少なくともまあミサリアは原作の方ではライス出身なのでバリリア語を理解できるし多分話せますよという設定だということですね、はいはい。そしてティーハートさんからもう一つ質問が来ております。 模型の説明をしていた時に出てきた「アノーグリオン」とは何でしょうかという質問なんですけどこれ具体的にどの場面かというとですねあのバリリア語の模型があのヴィセイリスの、ね、部屋にありましたよねそこの前で、まあ、アリセントとヴィセイリスはまあ密会を進めてたわけなんですけどその時の会話でですねヴィセイリスがアリセントに対して「これはアノーグリオン血の魔術が行われていた場所だ」というふうに 言っていました。このアノーグリオンとは一体何なんでしょうか。はい、あのアノーグリオっていう単語がバリリア語であるんですけど、うん、アノーグリオは地。ブラッドね。はい。はい、で、アノーグリオン、グリオンがつくんですけど、うん、それは神殿という意味らしいです。うーんなんですけど、この場合は固有名詞になっているらしいので、地の塔。へー らしいですね。だから血の魔術が行われていた場所だという風に、うん、ヴィセーリスが言ってたってことですよね。そうですね。最終的にそのメリサンドルとかがあのデナーリスに近づいていったのも、多分魔術の力とか、そういう日のね。髪を崇める人だからっていうのもあると思うし。しまあ、シーズン2のカースの時でもね。あの富士社の館とかで結構謎な。 魔術がありましたよね、うん、そこであの唇が紫の人たちが結構魔術が強まってるとそれはドラゴンが生まれたからだみたいな、ね、ことも言ってたから結局その血とか魔術とか炎とかそのドラゴンとかそういうのがなんかよく分かんないけど密接で特にバレリ,リアが盛んな時はそれがもう全盛期だった的なそういうきっと動きがあるんでしょうね、うん、そうですね。 だからそういうい魔術を使っていた場所がアノーグリオンという,まあそう神殿的なのがバリリアにもあったよというようなねオタクな説明をビセーリスパパはアリセントにねしてたんでしょうねきっと、うん、ちなみに、ね、この「アノーグリオン」って原作に一切出てこない単語らしいんですけど<ー>あのこれ、言語学者バリリアを作った言語学者のデイビッド・ J ・ピーターソンが言ってたので間違いないですね。あなるほどはいは ということで三、えー、つ目の質問に行きたいと思います。えー、ジャスティンブルブルティンバーレイクさんからの<ん>、えー、質問ですね。いい名前ですね。は<ー>い。<laughs> えー、デイモンは玉座への野心はあるんでしょうかと。今のところただのカマテちゃんにしか見えませんというふうなご指摘をいただいております。うん。これね、ぼ、まあ僕の意見なんですけど、うん、デイモンは玉座への野心は特にないと思います。あ、そうですか。うん。僕は。 ジャスティンブルブルティンバーレイクさんがおっしゃる通りたに感じまました、ねうん、まあその状況を説明するとデーモンは兄のことをよく思ってるし王として支えたいという気持ちは第1話で分かったと思うんですけど、うん、そんな大好きなお兄ちゃんから追放されてしまいましたよね。うん、でまあビセリスは妻がいるルーンストーンに戻れと命令するんですけどデーモンはそれを無視してシティウォッチを引き連れて 自分のものではないドラゴンストーンに立てこもってそこ6ヶ月もずっといたんですよね、うん、でずっといたのに兄からねがん視されてまあそういうのがあったからしびれを切らしてキング・ランディングのドラゴンピットにあるドラゴンエッグを盗んで盗むという暴挙に出た、うん、だからそうでもしないと兄に振り向いてもらえなかった、うん、ですけどこれらの行動 はすべて玉座を奪うためのものではなくて兄に構ってもらうための行動うんだから別に玉座の野心は特にないんじゃないかなと思いますそうなんですかはい違いますいやどうなんだろう結構一話二話までの構造を見るとうーんデーモンはちょっと玉座を欲してる感はあるとはいえ例にだとバトル気はないんだろうなってのははっきりしましたよね二話で そうレニラはレニラでまあメイとしてなのかどうなのか分かんないけどきっと家族としてかなり愛してるっぽかったのでとにかくデーモンって何をしでかすか分かんないし何を考えてるか分かんないし、まあ、喧嘩早い性格なんですよね、うん、ただその中には家族に対する愛情もあったりするからジョフリーとは違うちょっと危険な香りがする。 あっていう感じですかねうんまあ、そう、うん、それで言うと、まあ、家族はすごい愛してるじゃないですかそう、ね、だから家族を、まあ、例えばあやめたりなんか貶としめたりしてまで玉座を奪う気はないうんと思うんですけどなるほどちょっとツンデレなんかないやだいぶツンデレじゃないですか <laughs> かわいいですよねデーモンってデーモン いいよね、ちょっとね一歩下がってデーモンを観察するとすごいかわいいんですよね。うん、ということで研さん的には、まあ、玉座への野心はないんじゃないかという感じですけどいや玉座に対してまたちょっと思ってるとこあるんじゃないって思う方もねきっといらっしゃるんじゃないかと思いますので、うん、まあそういう方はね、まあ、コメントにてご自身のね熱い思いを語っていただいてもありだと思います。はい、はい えそして4つ目の質問でさとこさんからですね「えコアリーズ・ベラリオンの髪の毛の色がえターガリエン家の人々と似ているのは両家がバリリア出身だからですか?」というご質問でしたはいそうですその通りなんですけど「うん、ベラリオン家はターガリエンと同じバリリア出身なので髪の色が似てるとのことです」うん、でまあ原作だとバリリア人っていうのは銀髪、まあ、あるいは金髪、うん で目の色は紫とかすみれという特徴を持ってるそうなんですけどちなみにテレビドラマのバリリア人、まあ、ターガリーンとかって紫の目してないじゃないですかしてないですね、はい、あの実はねゲームオブスローンズでデナーリスの目の色を変えようとしたらしいんですよカラコンでそうカラコンで撮影したらしいんですけど、うん、あのうまくねカメラで収められなかったっていうかその表情とか その目が光ったりしちゃうらしいので<ー>うまく捉えられなかったから途中でやめてもうカラコンなしで行こうってなったらしいです。あやろうとしたんですね一応、うん、一応それで撮影はしたらしいですちょっとだけ。 なんかそのデナーリスとかこのターガリエの人たちって原作の描写だともうほぼなんかエルフというかねもう人間とは思えないようなすごい美貌と描写化されてるからそこをあえてドラマでね実写化した時にあの忠実にやろうとするとあまりにもファンタジーファンタジーしてしまうからそこを回避するためにあえてデナーリスのねミリア・クラークが持つそのままの瞳の色でいこうってなったかと思ってました敵。 いやあの実際やろうとしたらしいですえー、そうなんだ、うん、そのジョージ・アラン・マーティンはその今キャミーが言ったようにパッと見てあ「ターガリエン」だなっていうのを表現したかったらしいんですけど、うん、本当はへえーうん、まあでも「コアリーズ・ベラリオン」って結構あの何ですかね「コン・ロー」みたいになってるじゃないですか、うん、あれは原作でもあんな感じなのいや原作ではあそこまで表現されてないですね結構サラサラの部屋じゃないですか うん、サラサラどうなんだろうなまあ絵を見る限りサラサラだけど、うん、実際そのパーマがかかってるとかそこまで表現はされてないはずうん実際あのー、ベラリオン家の人ってああいうね銀髪なんですけど、うん、別に黒人ではないじゃないですか、うん、原作ってそうですね うん、見てる方なんかはなんか思うとこがあったりしたらしいんですけどあのコアリーズ・ベラリオン演じるねスティーブ・トゥーサンドさんがそれは僕の問題じゃなくてうん、うん、あなたの問題そういう人の問題だよっていうふうに、ねうん、言ってたのがすごいかっこよかったしっていうかもう彼の,あのイメージがすごくコアリーズ・ベラリオンってもう根づなんか私の中で。 吸いちゃったから、うん、むしろ良かったんじゃないのっていう,うんなんか勢いを感じますよねベラリオン家にそうですね、うん、そう今ねキャミーすごいいいこと言ったんですけどあのコミコンでもねスティーブト2さんとか言ってたんですけど、はい、なんかねこの世界ってまあドラゴンとかマジックがいるのになんで黒人の人が出てきたらみんなムカつくのって言ってたんですけど本当のその通りだなと思ってうん、うん、だからなんだよと 私は思うんですけどうん。だからもう彼以外のコアリズベラリオンが想像できないというか、うん、ねえ彼をすごいあのキャスティングしてくださった人は素晴らしい選択をしたなと私は思いますはい、はい、ということで、えー、次の質問ですね、えー、キムサワさんからの質問です、えー、ドラゴンライダーイコール火で燃えない体質ですか ゲームオブスローンズのヴィセイリスは多分火で燃えるタイプだったのでターガリエンの中でも燃えるタイプと燃えないタイプといるのだと思いますがエピソード1で死んだ妻のエイマ・アリン半分ターガリエンでしたよねそしてその赤ちゃんのベイロン の遺体をドラゴンで、えー、ドラゴンの火で燃やしていましたが見る限りターガリエンの弔いはドラゴンの火で火葬みたいですとでデナーリスみたいに火で燃えないタイプのターガリエンも、えー、死んだら燃えるんでしょうかと、ね、これ気になってました私もめっちゃうんただこのエイマーリンをあの火葬した時にそういえばターガリエンじゃんとは思わなかったんで。 目の付けけが素晴らしいなと思ったんですけど確かにその第1話でねあのビシェリス王があのろうそくの火、ね、に触れてみたりあとはエイマが使っているあのお風呂のお湯なんかをぬるすぎるなんて言って指摘してたりしたのであやっぱりターカリエンって熱というか、ね、熱い ものを好む体質なんだっていうのは、分かったんですけど。だからといって、ターガリエン全員が火で燃えない体質かって言われると。どうなんだろうみたいな、ジョンスノーって燃えそうみたいな <laughs>、ね。うん、ジョンスノー火傷してたし。そうそう、ジョンスノー火傷しますよね。うん、だから、そういう体質が違いがあるのかなというね、質問は結構気になっている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。はいはいはい。これね、原作情報なんですけど、原作だと。 ターガリーンは普通の人より少し暑さに耐えられるらしいんですけど、うん、だからといって火への耐性はないえー、うんでテレビドラマでもあったんですけどねあゲーム・オブ・スローンズのシーズン1のエンディング、うん、でデナーレスが火の中に入って生き延びてドラゴンが生まれる、うん、あのシーンって原作にもあるんですがあれは一度きりの奇跡みたいなもので,、うん、で原作者のジョージ・ア・ラル・マーティンは インタビューでね、あれはもう二度と起こらないと。 宣言してるんでしょだからもうデナーリスが超超超特殊だったってことでしょしかもデナーリスが特殊っていうかあの出来事自体が奇跡みたいな感じだから、うん、だからあのデナーリスの「火で燃えない」っていう印象が強すぎて「あタガリエン」って結構あのみんな火で燃えないのかななんて思っちゃうじゃないですか。うん、ただあのポンコツの方のビセイリスはあの黄金の冠で死んじゃったから、うんあ「ドラゴンの血がいくら流れてた」と言ったって。 ドラゴンとは言い切れないようなちょっと弱めのターガリエもいるんだっていう解釈にやっぱなっちゃうじゃないですか「ゲームスローンズ」だけを見ちゃうとねうんそうですねけどジョージ・アル・アル・マーティンは別にそういうことじゃないとそういうわけではないと言ってるってことですよね、うん、この感じだとそうだからデ・ナーリスはそもそも奇跡だしうーんあのシーンは本当に あそこでしか表現されないはず。<ー>だから、あのシーズンシックスで、デナーレスがドスラクの幹部を燃やすじゃないですか。で、はいうん、自分だけ生き延びるみたいなシーンあるんですけど。うん、まあ、あれ、原作でまだ起きてない。はあ、まだ起きてないっていうか、起きないかもしれないんですけど。描かれない可能性あるってことですよね。じゃあ。そうそうそう。だから、ああいうシーンはもうないんじゃないかな。へだから、あれが奇跡ということは、基本的にターガリエンは、熱は好むけど、火では燃えますよ。 って思っといた方がいいってことですよねそうですデナーリスがもう超超特別そうですいやそれはもうデナーリス自分自身を信じてあそこまでやるわって感じですよねうん。あんな奇跡体験をね自分がね体験しててうん。まあいろいろビジョンとかも見た中で過去のねターガリエン王朝の栄光を重々聞かされて育った身としてはもう私しかいないっしょみたいな うん、そりゃ運命に突き動かされて自分の野心というよりも本当にそうなるべくと思ってねあそこまでやる気持ちも分からんでもないなっていう感じがねはい,はい、はい、してきますねそれを聞くとちなみに全然話変えていいですか、はい、あの原作でね「非ではないんですけどね「俺はターガリエンだから最強だ」って言ってねワイイドファイア飲み込む人がいるんですよなんかそれでもどのドラマでも言ってませんでした あ言ってたかな,たかな,なんかゲームスローンズでも言ってた気がするでそれで死んじゃった王様がねちょっとおバカな王様がいたみたいな、うん、まあ王じゃなかったけどプリンスだけどあそうなんだプリンスか、うん、そうだから、ね、自分はターガリエンだから何でもできると思って、うん、ワイルドファイア飲み込んだけど普通に死んだ人もいますえじゃあやっぱりデナーリスがねシーズン1のエピソード6の黄金の冠で、えー、ターガリエンは火では死なないみたいなドラゴンは火では死なない 彼はドラゴンじゃなかったみたいな、言ってたじゃないですか。うん、あれちょっと持ってたってことですか。いやー、持ってる。逆にそのだ、うん、あのデナーリスがあの黄金の冠かぶせられたら、死んでたと思います。あれは誰でも死ぬんじゃない。<laughs> <laughs> あれ生き延びられないでしょあれね、精神的にはショックきついですよね。精神的というか <laughs>。あれどうやって剥がすの。 いや剥が言うっんであのベルト溶けるの早すぎなあれ <laughs> 3秒ぐらいで溶けてましたよねあれはチョコなんじゃない実は <laughs> なんか前も言ってましたよねうんそうということでまあデナーリスがもう特別中の特別で、えー、実際にターガリエンは火では燃えます、はいはい、ということでした、はいえー、ということで次はですねあやさんからの質問です そもそもビセイリスとレーニスが玉座争いをしたのはなぜだったのでしょうかこの世界の常識的に考えれば男性のビセイリス一択だったように思えるのですがレーニスがジェヘアリーズ王の長男の子供だったかしらというふうに、まあ、この物語の核となるようなところの質問をいただいたので、まあ、ドラマ内でも一応説明をされているんですけど、まあ、大事なことなのでもう一回説明しておきたいと思いますちなみにあの原作との違 場合もあるので、まあ、そこ比較するのも面白いかなと思いますのでえドラマ版のバージョンと原作版のバージョンを両方ちょっとねあの説明したいいと思います、はい、答えはあやさんがおっしゃる通りレイニスがジェヘアリー像の長男、まあ、本来の鉄の玉座の後継者の第一子だったからなんですけど、うん、まあ念のためヴィセイリスとレイニスの玉座争いの話をおさらいしたいと思います。うん これはねさっきキャミーが言ったように第1話の冒頭のシーン101年の代表議会あるいはハネイホールの代表議会の話なんですけど王であるジヘアリーズの長男であり鉄の玉座の後継者に指名されてたのエイモンだったんですよね、うん、だエイモンが亡くなってしまいましただからその座は次男のベイロンに渡ったんですよ、うん、けどそのベイロンも亡くなってしまったんですよでさてどうしようということで 後継者を決める投票がハレンホールで行われたんでですよねで最終的に候補者はエイモンの子供のレイニスとベイロンの子供のビセイリスに絞られました。はい、で投票の結果ビセイリスが勝ちましたジェヘアリーズの長男エイモンの子供女性のレイニス対ジェヘアリーズの次男ベイロンの子供男性のビセイリスが戦った。 いうですそうですでビ、まあ、セリスは勝つんですけど、うん、ここの最大のポイントはレーネスが負けた原因なんですけど、うんまあ、それは女性だからというまあなんとも理不尽な理由だったんですよね、うん、でこのハレフホールの代表議会は今後は男性が継承すするるみたたいななな宣言にもなったんですよね、うん、なるほどそうだ今まではその男性が継承していくっていうのは、まあ、暗黙のルールみたいな感じで。うん 特別にそういうあの規定はなかったんですよ。はい、なんですがここでレイニスが負けてしまったのでそのメッセージとか、うん、今後はこうしますよっていうね今後は男性が継承しますよというそういうメッセージになったんですよ、うん。だから長子相続というのはもう覆されてしまったということですよね。そなのに その十数年後に女性のレイニラが後継者に指名されてしまったんですよねだからまああれなんか言ってること違くねみたいな流れがあったりなかったりするんです、まあ、確実にこれからは男性ですよと言葉にはしてないけどえこの間の「レイニスしたビセリスって結局そういう答えになったんじゃなかったのってあの世間全体が思ってたんですよね。 けれどもあれええ今回はレーニらなんやみたいな、うん、あ今回女性で行くのみたいになっちゃったから、うん、ちょっとざわ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 してるということですよね。はいでまあ、ちなみにね原作だとハレン・ホールの代表議会はちょっと違ってまして最終的な候補者って2人になるんですけどそれはビセイリスとレーニスの息子のレーナによる男性同士の争いだったんですよ。 レイニスはその10年前ハレン・ホールの代表議会の10年前に鉄の玉座の候補者になることが検討されたんですけど、うん、結局彼女ではなくベイロンですね、うん、ビス・イリスのお父さんのベイロンが指名されてしまったのでそこでレイニスは体冠セザり主張王というあだ名が ついたんです、うん、なので、えー、ジェヘアリース王老王の長男エイモンが亡くなってから、えー、次のねなので直系の子供でいくとレーニスになるはずなんですけどいやいやエイモンに弟いたじゃんとジェヘアリースに次男のベイロンいたじゃんとなったから一回このレーニスとベイロンを、えー、評議会にかけましょうとなってそれで、えー、女性のレーニスは負けてしまいました。 それが原作的には「体感せざリし女王」というあだ名がつく出来事だったってことですよね。そうです、うん、皆さん今の説明かかりましたかね、うん、だからジェヘアリーズの長男エイモンが亡くなって一旦天秤にかけられたのはその子供のレイニスと次男のベイロンで、えー、ベイロン勝ちましたけどそのベイロンも亡くなっちゃったと、うん、その後にね。であ次どうするってなった時にレイニスの息子のレーナーとビセイリスが かけられちゃったってことですね本当は原作ではそうですねでここで男性対男性になってるんですけど一回レイニス女性のレイニスが跳ね抜けられてしまったのであもうここはもう一回決まったベイロンの息子のヴィセーリスで行きましょうやとなった的な流れですかうんまあそうですね大丈夫でした今の、うん、大丈夫大丈夫大丈夫です <laughs> 大丈夫です <laughs> なんかねやっぱちょっと頭にねかケースを思い浮かべながらねそうそう今話してるんで、うん 今の説明合っっててたかなないう感じなんですけどいやあのそう今 YouTube の方には書けず載せてるので、はい、それを見ながら聞いていただけると、うん、もっと理解ができると思うんですけど。原作ではちょっとややこしくなってたんですけどドラマ版でねあの冒頭の、えー、3分か4分か5分ぐらいの説明で描写するにはちょっとややこしすぎるのでドラマ版では女性と男性のバトルを描いてるっていう短縮版の表現がされてましたと。 結局ここで何が言いたいかというとその今まではあの普通の流れで男性がが、ね、継承順位が渡ってきましたとでここで女性が行って入るようなあの争いとか状況って起こらなかったのでもう当たり前にそうですよね男性ですよねみたいな流れが生まれていたけれどもここでそのエイモンとかベイロンが亡くなってしまうっていう不幸があったのでリニス対ビセリスっていうバトルが たたたまままま生まれてしまったわけなんですねこの101年に、うん、そこでもレイニスがまあ落ちちゃったんであそっかやっぱりこれからも男性が継承しますって宣言になったという出来事だったから、まあ、これがね今後の火だれになっていくっていうことですよねはい、はいえー、そして最後の質問です、えー、カズさんからですね「ゲーム・オブ・スローンズの時代にベラリオン家は存在していますか?」と。 それとも絶滅しているんですかという質問ですはいあのベラリオン家はゲーム・オブ・スローンズの時代にもいます、うん、なので滅んでいないです、はい、ただテレビドラマには出てこないですよね、はい、あの原作オンリーなので、うんまあ、ちなみに原作だと「ブラックウォーター」の戦いに参加してて ススタニス側についててますすねね、はい、ベラリオン家ってドリフトマークなんです、ね、だからあそこって王室領の地域だから一応その王室側についてるイコール、えー、当時の王様だったバラシオン家についてるっていう解釈でいいんですかこれ。うんまあそうですねドリフトマークはドラゴンストーンに忠誠を誓ってるんで、うん、まあドラゴンストーンにいたのはスタニス。はいはい、ということですね。でまあちなみに言っとくとですね履いたわけも ゲームオブスロンの時代でも活躍してます、うん、で実はねドラマにも出てきますハイタワーフラッシュバックというかブランが見るビジョンになるんですけどシーズン6で「喜びの塔」の下で若きネットたちがキングズガードの2人と戦うじゃないですか、うん、でそのうちの1人はサー・アーサー・デインなんですけど、うん、もう1人、まあ、すぐ殺されてしまう方はキングズガードの総帥のサー・ジェラルド・ハイタワー。はい という方ですね,でね、はい、あとねジョラーの元妻とか、うん、マージェリーのお母さんはハイタワーワケの人ですね。うん、なのでハンス・オブ・ザ・ドラゴンの頃は結構ベラリオン家もハイタワーワケもブイブイ言ってますけど、うん、だん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 まあ勢力は衰えていったと考えていいんですかうんまあベラリオン家はそうかな、うん、ただハイターはどうなんだろうな。 結構大きい都市ですしね貿易も盛んだし、うん、宗教もねメッカみたいなとこもあるしあとはシタデルもあるしそれなりに栄えてはいるけれどもあのゲーム・オブ・スローズの時代でそこまで戦争に全面参加みたいなそういうポジションにはなってないというか描きれれてなないい部分があるのかもしでですね、うん、そうですねねそう逆にですよ、はい、そのターリー家とかタリー家とか。うん タイレル家とかあの辺って出てくるんですか、うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンあ出てくるんじゃないてかターていたかそうかサムのタアリー家はバジョ馬上槍試合でねバジョ馬上槍試合にもいたしクリスタン・コールがキング・ズガードに選ばれる時、はい、その時何名か騎士がいたじゃないですかそうですね右にいましたねそう一番右にいたのはタアリー家の人ですね、うん、でも一応そのハイタワー家ってあのリーチのね 土地の人たちじゃないですか。うん、でもリーチを収めてるのってタイレル家でしょう。そうですね。だからハイタワー家よりも実際権力が上なのってタイレル家ですよね。まあリーチにおいては。まあ確かに大きい都市とはいえ、タイレル家よりもなんかシャシャり出て、それこそなんかアリセンとね王に近づけようとしてる夫ッハイタワーとか。 そりゃコアリーズベラリン怒るわって感じしません？たかがハイタワーって感じじゃないんですか？うん、でもハイタワー系も相当強力だから。というか、うん、ウェスタロスの中でも最も古い家の一つって言われてるし、うんさっきもまあキャミが言ったようにシタデルを占めてるんで、はいはい、シタデルというかあのあの地域はものすごいその暗の高いところだから。あ、京都みたいな感じ。 ああまあそうかな日本でいうとだからタイレルが大阪みたいなちょっと <laughs> ちょっとあの語弊を生むかもしれないんですけど <laughs> まあやっぱ関西といえば大阪みたいなとこあるじゃないですか一番ね都会で発展して、うん、けどいや実際京都ありません、ね、みたいな <laughs> そうなんかな感じ古くからってね宗教も強くてみたいな今はキングズランディングってその7王国の中で一番人口が多いとこなんですけどもともとはい オールドタウンデルがあるオールドタウンだったんで、うん、それで言うと、まあ、京都って昔は、まあ、都が京都にあったじゃないですか、うん、そういう感じなのかもしれないなるほど、うん、まあそれなりにじゃあハイターワもブイブイ言っていい立場の名家なんですね。うんうん はいということで、まあ、今回はこんな感じですかねちょっと答えきれなかった質問なんかもあるんですけどあのコメント欄ではきちんとお返ししていきますので、まあ、これからもね遠慮せずにどんどん書いていただければとても嬉しいですはいお願いします、はい、ということでこのチャンネルでは、えー、コメント欄にて、えー、まだまだドラマの内容に関する質問やリクエストを大募集しておりますで今回お伝えした、えー、解説 Q&A の回答の方で分かりにくかったこと だとかまあその他のことでもいいですのでお気軽に質問を書いてほしいなと思っておりますで一つ注意事項として、えー、今回お伝えしたですねシーズン1エピソード2より先のネタバレは含まないようにご配慮をお願いいたします、えー、もちろんですねエピソード2以前の内容はウェルカムなので、えー、エピソード1とかね、えー、もっと前の質問でも全然大丈夫ですで全てではないんですけれども今回受け取った質問をまたね次回以降の音声でお返しできるように考えております 皆さんお気軽にコメントをしてください。はいお願いします。はい、まあツイッターとかインスタのリプ、DM、えメール、e、アドレスも載せていますのでそちらでも大丈夫です。えー、それぞれ心はウェストロスで検索すると我々のアカウントが見つかると思います。うん。 まあ今回もすすごいいい質問ででしたねねそうですねなかなか目の付けどころが鋭いというかね、うん、ただでも別に鋭くなくても全然いいし素朴な質問でもねあのシェアすることでもっと皆さんがあの次のねエピソードに深みを持ってあの挑めると思いますのでうん、うん、お気軽に本当に何でもねいいので私たちはいつでも待っております。そうだあのツイイッタターもインスタも我々やってるんですけど、はい エピソードが終わったらそのエピソードの相関図をアップしてるんですよね、うん、なのでもしよろしければツイッターとかインスタもフォローしていただければはい割かしツイッターはちゃんとねツイートしてるんですけどね<え>インスタはちょっと放置気味なんで我々もどっちかいうたらその「ゲーム・オブ・スローズ」とか「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の視聴者の層がツイッター寄りなのかな うん、ツイッターの方が動きやすいのかなとか思ったりするんですけどねどうなんですかね。はいまあ、なんせ私たち毎週毎週相関図をアップデートしてあげてますので、まあ、よかったらツイッターの方も、えー、フォローをしていただけるととても励みになります。お願いします、はい、ということでねドラマ自体は間、まあ、もうなくエピソード4の配信が控えてますので私たちもそれに合わせて、まあ、ギアを、ね、上げていっておりますので皆さんもどんどんついてきて 欲しいなと思っております、はい、どんどん盛り上げていきましょう。はい、ということでそれではまた次回バラールクリス。